編集チャンネル。私も友人で某投資銀行で働いてるメンバーも6人中3人は救急車に運ばれたっていうのを聞いたのでそういう姿勢で働く人もいるんだっていうのを思ってたのでそういう人たちと同じ土俵で働いてみたいっていうのが K1 より危険だよねそれそうですね入ってからはメトレという会社の中の小さい新規事業の部類の責任者をやらせてもらってました、ね、2019年上場なんですけど、そのもっと前にも上場しようってフェーズがあって、そのために利益が出る部署に人を集めるとなった結果、6人のチームなんでここを伸ばしてくれってオーダーで入ったんですけど、入社直後 1.5 人体制になっていくとかで、新規事業責任者っていうポジションではあったんですけど、まあ実際人もいないんで半年間こう9人状態になり、で僕も利益出さなきゃいけないんで、その新規事業とはまた別にいろんな事業の手伝いをしてました、上場目指さない時と違って確実に出さないといけないから、なんか新規事業をまったりやってる暇ねみたいな感じで方針が変わっちゃったっていうことなんですね。といっても一定運営しておかないと事業ってもう一回動かせなくなっちゃうじゃないですか、なので最低人数に残しておいて、可能な限りいるメンバーについても他の事業を手伝ったりするということをしています。私はその人材系のサービスの中での成果課金のメディアがあるんですけど、成果を報告しない法人がいるんですよ。ああ、なるほど。ああ、なるほど。で、これがまあ、漏れちゃったっていう場合と、隠してるって場合があるんですよ。これどっちかわかんないので、こういった案件が上がってくるたびに私がとっちめに行くっていうのを。再建回収の人みたいな。だから、うち経由で人材採用決まったら、年収の 30% くださいみたいな。採用してんのに、紹介料払いたくないから、採用してない体でやってるっていうのは、あるあるですね、人材紹介会社。これはリブセンスでも同じようなことありましたね、それを見つけていって払ってもらうと。どうやって見つけるんですか？人材の部門で顧客対応するメンバーがいるんで、そこに報告が上がってくるんですよね、隠せって言われましたとか。はいはいはい、チクリですね。そうなんです、チクリで来るんですよ、でチクリで来たものをヒアリングしていって、本当に隠してるのかどうかっていうのを調べていって、言い逃れできないような状態まで情報を集めていくと、いうことをしてきますと。でその上で隠してますかっていうのを聞いていくとで結構ノウハウもあってやっていく中で身につけたんですけど、隠してますよねとかこう問い詰めるつもりでいくと、もう殻を作ってしまったりとか、乗り込んでくることもあるんですよ、今から行くから待ってよとかって言ってくることもあったりして、なかなか追いつかないんですよ、ですごいこうシンプルなノウハウなんですけど、社畜のマインドになるんですよ本当にこんなことしたくないんですけど、でもどうしても仕事なんでやらなきゃいけないんですけど、協力してくださいって言うと、そうかしょうがないなってなってくるんで、隠す人ってやっぱり100万200万300万のお金を取られると思ってるんで、結構こう警戒するんですけど、その警戒を解いて関係を作っていってで払ってもらうということを半年ぐらいですねやってました、ね、それは新規事業の話ですか？新規事業をやりながら利益作らなきゃいけないんで利益作るために僕何でもやるんでなるほどなるほど、取りこぼしの分回収できるっていう意味では、一番利益に直結する仕事を見つかってなかった分が見つかると普通に売り上げが上がって、それによって違約金が発生すると特別利益が発生するんでなんか今までのキャリア的にすごいキラキラエリート街道を走ってきてるように見えるんですけど、杉野さんの強みっていうこういう泥臭いことめっちゃやってきたっていうのが普通のキラキラエリートと大きな差があるところだと僕は思ってるんですけど、結構そういうの経験多いですよね。必要だったら何でもやるんで、話逸れちゃうかもしれないですけど、リブセンスでもメドレーでもそうなんですけど、普通事業を作るときってある程度管理職になれるようなクラスのメンバーがいて、営業部門を任せられる人とか、ウェブ企画とか CS 事務とか経験者が入っていったりするんですけど、全部自分でやってたんですよ、営業も自分でやってうまくいく方法を型にして、で回転する仕組みを作って回していくと、やること選ぶっていうよりは必要なものをやっていく、任せられる人を求めちゃいけないって勝手に思い込んじゃってたんで、全部自分でやると。タフですね。結構泥臭いエピソードなんかありますもんね、プライベートとかでも。そうですね、リクルート時代ですけど、僕と先輩とか上司が飲んでたりするときに、ちょっと女性呼んでくれっていうのをやったら、その場で調達をするのか、リストから呼ぶのか、ってところで普通にアサインするとかはやってます、ね、その場調達もやってたんですか？その場調達はやっぱり一芸になって先輩が喜ぶんで、本当はやりたくないんですけどね服装見たら大体その人のペルソナというかバックグラウンドだったりとかキャリアも分かるようになったとか。そうですね、これは職業病でもあるんですけど着てる服とか持ってるものとかを見て、大体いつぐらいに販売されたものだったりとか、よれ具合とかメンテナンス具合見ていくと、何気にしてるかとか、どれぐらいお金があるかっていうのは一通り男性女性問わず分かるようになりました、財布の中の金額当てられるみたいなこれは結構当たるんですよね普通に街歩いてる人って1万円入ってることってあんまなくて、7000円とかしかないんですよ、っていうのを伝説のキャバ嬢みたいないやいや言うたらプライドが邪魔するような泥臭いことも講師問わず、成果のためならっていう意味ではやれちゃうっていうことですよね。プライドが邪魔するとかは考えたことないですね、なんか靴舐めろはちょっと嫌かもしれないですけど靴舐めろとかありましたけどメドレーの時はすごく中途採用を頑張って
ていたので、うん、初め 1.5 人、私 0.5 でもう1名という体制から、うん、一番多い時で25名ぐらいまでは、うん、ほとんど新規採用でやってました、ね、その新規事業自体は杉野さんが提案してやったものではなくて、元から立ち上げようとしていたところに入って、うん、そこでヘッドみたいな感じでやってたっていうことですね。そうですね、元から事業はあって、その事業を少し作り変えて、うん、しっかりこう売上利益作れるようにしていきたいっていう方針があって、事業改革というか、うん、ということをしてました。ちなみにそれは何ていう事業なんですか？それは介護の本音という事業です。介護施設を探す方と介護施設をマッチングするサービスです、うん、そこでもじゃあがっつり働いたんですね。忙しい時は本当2時3時とかまで会社にいて、うん、翌日9時には会社にいたので、うん、結構ハードですね。タフですよね。休みは基本ないもの、ないものですね。土日はちょっと長く寝る日ですよね。何歳までハードな生活したんですか？じゃあもう辞めたのは35の時です、うん、去年の末までありました、うんうん、それまで会社時代はもうずっと忙しい日々だったんですね。そうですね、まあ、歓喜はありますけど、暇で暇でしょうがないっていう時はあんまり記憶ないですね、うん、多分杉野さんの感覚バグってるんで、緩急の緩の方もだいぶ忙しいと思うんですけど、7時8時に上がるとかってあります？一時それを頑張ってやってみようと思ったことはあるんですけど、はい、7時8時に帰ると人生が1個増えるっていう先輩にそそのかされて、うん、帰ってみたんですけど、結局本読んだり勉強したりするんで時間効率悪いなと思って、うん、働き詰めの生活に戻りましたね。メドレーでその新規事業もある程度収益化はできたんですか？そうですね、一応黒字にできるラインにはなって、うん、で投資をし続ければさすがに黒じゃないんですけど、うん、しっかり投資を普通のレベルに抑えれば黒字化できるところまではいけたかなと。なるほど。さらにそこから辞めちゃうわけですよね。はい。なぜそこで独立しちゃったんですか？今までずっと1個の会社に入って1つの事業にこう没頭するっていう生活というか仕事の仕方をしていたんですけど、それはそれですごい楽しいんですよね、うん、多分同じように転職をしていくことを考えると、うん、自分の経歴で生きるところに行きやすいじゃないですか、うんうん、まあ、メディアを作るとか、うん、その中でもマッチングメディアの企画とかになると思うんですけど、そことはもう少し違う、まあ、いろんな種類の事業に携わってみたいっていうのが一番ですね、うん、稼げるはどうたらっていうよりも何やりたいとかっていうのが強い、軸が強いですよね。ビジネスへの意識が強い、うん、辞めた後 1,2 ヶ月のんびりしていたんですよね、うん、でのんびりしてる期間にストックさんのパートナー募集というのがあって、うん、カモンさんと面談をするっていうのが、それがきっかけなんですか？そうですね、はい、そんなことしてたの？ストックさんサロンの中で募集があったんですよね。はいはいはい。そんなにこうがつり独立しようとかパートナーなりたいとかっていうのは全然よく分かってなかったんで、うん、行ってみようかなぐらいの。なるほどなるほど。でそこはまだ分かんない中で、その後いろんな会社も面接を行ったり、取締役で入るとか、うん、新規事業専門で受けるコンサルとか、うん、ボストンコンサルティングデジタルベンチャーズとか、はい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 、行ってみたりして、一応ボスコンの子会社ではあるんですけど、うん、基本ボスコンの人がいっぱいいるんですよ。でそこの一応ボスコンの人の面接は全部取ったんですけど、うん、大企業のコンサルに入ることになっちゃうんで、うん、それよりはもっと中小企業とかベンチャーとかで小さい事業をいっぱい作るって経験をしたかったので、うん、それを考えたらストックさんの方が楽しそうかなと思って。なるほどなるほど、はい、入りました。そしたらなんかとんでもない勢いで仕事の依頼が来てしまったという感じなんですね。そうですね、一旦コロナはあったんですけども、うん、コロナちょっと落ち着いてからはたくさん仕事をいただけるようになって、うん、ありがたい限りですね、うんうん、なるほど。実際どうですか、会社員の時と比べて、まあ、働き方的に。そうですね、いろんな会社の文化とか、うん、成長する仕組みとかっていうのを知れているので、すごく刺激的ですね、面白いです。なんか今後はどういう感じで考えてるんですか？いろんな事業に関わっていきたいというのが一番ありますね、うんうんうん、加えてやっぱり自分で事業を作っていくってこともしていきたいと思っているので、うんうん、まあ、今すぐではないですけれども、うん、2,3 年先ですかね、うん、というところではやっていこうかなと思ってます、ね、なるほど。杉野さんいつまで走るんですか？本当に走ってない方がでも不安だしつまんないですよね、うん、世の中そういう人ばっかりじゃないじゃないですか、うん、どう見えるんですか、杉野さんからすると、はい、仕事楽しんだ方が面白いと思いますけどね、うん、リクルートの時に習ったんですけど、面白い仕事とかつまんない仕事はない、仕事は面白くするかどうか自分次第だってのすごい言われて、うん、めっちゃ社畜じゃんって当時思ったんですけど、うん、でも一理あると思ってて、目の前の仕事をいかに面白く自分で工夫して変えていくかっていうところが、うん、もっとみんながそれが上手くなったら生産性も上がるし、うん、楽しい人も増えるんだろうなっていうのは日々思ってます、うん、なるほど。じゃあ今後は自分の事業を何年か後に見据えつつ、いろんな新規事業の立ち上げを支援して、はいはい、幅広くよりビジネスオタクに染まっていくっていう感じですね。はい、そうですね。すげーわ、うん、俺はさ、何度か杉野さんとさ話してたことあったけど、今と多分がっつり話聞いてる。いや、初めて。もいや、横にいる人怖いもん、もうおとなしい感じなのに本当にうちに秘めてる炎は誰よりも熱い。やばい。
ちょっと今は話さなかったですけど、うん、なんか杉野さんって個人資産の運用だったりとかもやって結構利益出されてるじゃないですか、はい、それって結局大学生の時とかの知識でも生きてるわけですよね、はい、今までのなんかこう事業の方もそうだし金融の方もそうだしっていうので、うん、まあ、めちゃくちゃお金を持ってるわけですよ杉野さん。そんな杉野さんから、まあ、見てる方に対して最後メッセージアドバイスあればいいですか。まあ、若手のメッセージというところであればよく言う言葉ですけど、目の前のことに熱中して楽しむというのが一番だと思っていて、楽しんで熱中すると勝手に時間も頭も使うようになるじゃないですか、うんうん、でその状態を作れれば自然にうまくいくと思うんですよね、うんうん、まあ、そういう状態を作れるように自分を持っていくとか、持っていけなかったら仕事を変えるとかということをしていくと、より幸せに楽しく働く人が増えるんじゃないかなと思ってます。なるほど、という形で、はい、参考になりましたでしょうかっていうことなんですけど、こういうとんでもない化け物がいるので視聴者の方もね、負けないように走りましょうという感じで、はい、本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。